こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているエアブレンド、こちらのグレープっていうカラーを使って三角ショール編んでいこうかなと思います。まあ、前回だいぶ前三角ショール同じように作っていたのがめっちゃ可愛かったんで、まあ、色を変えて編んでいこうかなと思っています。アクリル 46%、 ポリエステル 37%、 ナイロン 10%、 ウール 7%、30g 100m 入っています。で、こういうのを使っていきます。まあ、前回は、パンドラハウスで購入した糸を使っていってたんですね。で、こちらちょっと同じカラーが残っていたので、これから使っていきます。で、今回、まあ、大体でいつも選ぶんですけど、結構ね、いろいろ出てて、その中でも、この9、ナンバー9、これを使っていこうかなと思います。これぐらいで合うかなと思うので、ナンバー9の 4.8 ミリですね。こちらを、まあ、適当にこのチューブの長さも選んで、これでつけていきます。で、すごく長くなっていくので、でね、こちらのジョイントっていう、つなげるものですね。これで長くなってきた時にこうやってつけて、で、もう一つチューブをつけて使っていこうかなと思います。まあ、その長くなる前までは、これでちょっとつなげて編んでいこうかなと思います。これでもだいぶ大きいんですけど、こうやってねじねじしてつけて進めていきます。で、こちらから取っていきます。で、糸をこういう風に回して、輪を作って始めていきます。では、真ん中にこう針を入れて、で、ここで作り目を、これは1として数えて、2、3個して始めていきます。で、右手でこういう風に持って、左手はこうやって裏返しにして進めていきます。で、3個あるので、手前から向こうに針を刺して表編みを3回します。1、2、3回したらこういう風に目ができるんですけど、あとこちら側左に持って裏返しにして、で、次からは増やし目をしていこうかなと思います。1つ目は手前から向こうに針を刺して、で、次はここで増やし目したいんですね。このポチッてしてる裏目を取って、向こうから糸を持ってきて、この中に取って、で、抜かないでこのまま今までと同じようにこういう風に取って、ここで2つにしました。で、一番最後は1つ、で、左手でまた持ち替えて裏返しにして、で、1つ目は手前から向こうに1つ取って、2つ目でずっと増やしていきます。1つ取ってポンって抜いたら、2つ目のところで、すごい4つになってるんですけど、全部で2つ目のところで裏山を取って、こういう風に引き抜いて、で、次同じように取って、ここで2つになりました。で、次1つ1つで、またこの左に持ち替えて、で、ここで5個になって1つずつ増えていきますね。で、1つ目は手前から向こうに針を刺して、こういう風に引き抜いてポン。で、2つ目で増やしたいので、このポチッとしてるとこを取って、向こう側から引き抜いてきて、で、次は今までと同じように手前から向こうに針を刺して2つにして、で、あとはずっと表編み。表編みをして、で、またこの繰り返しをずっと編んでいきます。で、ここでまた6個になりましたね。これで1つずつ増やして、ずっと三角にしていこうと思います。1つ目は同じように取って、で、2つ目でこの山を取って、こういう風に。これ糸を引っ掛けやすいので、ちょっと編みにくいかもしれないですけど、私が。で、ここで2つになりました。あとは1つずつ、こういう風に編んでいきます。一番最後まで編んで、
肩裏返し、この繰り返しをずっと編んでいきます。で、まあ、ここでね、つなげるんで、つなげるところでまたお伝えしていこうかなと思います。はい、こんな感じで編んできていました。で、ここでちょっと長めに糸を残しておこうかなと思います。こちらも糸を残して、で、まあ、針を刺してから、表編みなので手前から向こうに針を刺して、で、この糸を、まあ、同じぐらい残して、右手で持って、あら抜けた、右手で乗って、で、ここで持った状態のまま手前から向こうに針を刺して、こうやってかけて、このままずっと進めていこうかなと思います。で、編んでいくとここで止まってくれるので、これでつなげてつなげて編んでいこうかなと思います。で、糸がなくなったらまた同じ面に糸を当てて、ずっと糸を同じ面に当てて、残していこうかなと思います。で、後で糸始末していきます。これでずっとまたぐるぐる進めていこうかなと思っているんですけど、まあ、どこまで増やしていくかっていうところも、まあ、このまま編み続けるとどこまでも広がっていくんで、まあ、好みによって、まあ、ここまでっていうところで止めて、まあ、どこまで大きくしたかっていうのもお伝えしていけたらなと思うんですけど、これでずっと進めていきます。まあ、可愛くなりそうですね。はい、こんな感じでだいぶ大きく編んできました。で、ここで、まあ、めっちゃ可愛いし、で、止めて終わらせていってもいいと思うんですけど、ここからね、ちょっと花柄編んでいこうかなと思ってまあ、結構大きいんで、まあ、本当にね、これでも十分なんですけど、で、ここで何玉つなげたかというと、これ3玉目が終わりかけなんで、まあ、なくなったら4玉目つなげて編んでいこうかなっていうところなんですけど、まあ、一回ね、このかぎ針8号で止めてから柄を編んでいこうかなと思っています。で、表編みでずっと編んでいってたので、まあ、表こうやっていつものように止めていこうと思います。こういう風に引き抜いて、で、手前から向こうに針を入れて引き抜いて、ここは増やしていってたんですけど、まあ、1個ずつ取っていきます。で、引き抜いた状態で左を右の中に入れて止めていきます。ゆったり目を作って編んでいこうかなと思います。かけてきて引き抜き、で、前から向こうに針を入れて引き抜き、これでずっと最後まで進めていきます。かなり長いんですけど、はい、こんな感じで最後まで同じように取ってきて、輪針を取っておきました。で、ここまででちょっとサイズを測っておきました。で、一番長いところで112センチぐらいで、この中間のところが58センチで、72センチ、72センチぐらいあります。何か参考にしてみてください。ここまでで3玉と最初のちょっとですね、それでこれぐらいの大きさができます。ちょっとってでも本当にちょっとだったんですけど、で、ここから柄を編んでいこうかなと思います。鎖編みを1、2、3して、で、裏返しにして、一番最後のところここなんで、その次1つ飛ばして、次のところここを糸をかけて、一番最後ではなくて、その次開けて、一つ開けて、次、ここのところに長編みをして、で、糸をかけて、同じ目に中長編みをします。で、糸をかけて、また一つ飛ばして、次のところ、2本かけて、ここに長編み。で、糸をかけて、同じ目に中長編み。糸をかけて一つ飛ばして、次、ここの頭を長編みで取ります。で、糸をかけて同じ目に中長編み。この繰り返しをずっと最後まで編んでいこうと思います。一番最初のところにマーカー、鎖編み立ち上がり3のところにマーカーをつけて進めていこうと思います。はい、こんな感じで最後まで編んできました。そしたら今長編み、中長編みを同じところに入れているので、糸をかけて1つ飛ばして、次、ここに針を入れて長編み、糸をかけて同じところに中長編みで終わります。で、もう一つあるので、ここは糸をかけて長編みで終わろうかなと思います。長編み、これで1段目完成です。で、立ち上がりをまた1、2、3して、糸をかけて裏返しにして、で、次は前段で編んでるこの長編み、長編み、中長編みしてると思うんですけど、長編みの頭に
長編み、糸をかけて同じところに中長編み、で糸をかけて1つ飛ばしたところはこれ中長編みの頭なので1つ飛ばして長編みの頭に長編み、糸をかけて同じ目に中長編み、この繰り返しを往復編みで何段か編んでいこうかなと思っています。これで1つのセットとして見ていてもいいと思うんですけど、こんな感じで花柄ができます。これで何段か編んでいって、で何段編みましたっていう感じでお伝えしていこうかなと思います。はい、こんな感じで1,2,3,4,5 段編んできて、ここで終わりにしようかなと思います。一番最後、鎖編みの頭に長編みを入れたところです。で鎖編みを1つしてグッと留めておきます。で糸をちょっと長編みにカットしてスッと抜いて、で糸始末をしていこうかなと思います。まあ、どっちが表でも裏でもないんですけど、一応糸をこうつなげた面を裏にしようかなと思うので、同じ色のところに糸始末していきますね。ちょっと入ってスッと引き抜いて、で返し返していつものように糸始末しようかなと思います。まあ、結構ね、糸と糸が引っかかってくれるので、そんなに返し返ししなくてもいいかなと思います。今回はどっちでもいいですね。それで上行ったり下行ったり、まあ普通に通しただけで引っかかるんで、編み直す時にこうほどいたら結構引っかかるんで、引っ掛けようと思わなくても引っかかってるんで、まあ、普通にこうやって進もうかなと思いますね。今回は一応何回かこういう風に通しておきます。でここで糸をカットして、で糸が残っているところ全部同じように、まあ、一応ねこう軽く引っ張って、こう一応この表に返して編み目が崩れないか確認して糸始末していきます。でここは結んだ方がいいかなとは思うんですけど、言ったかな、編み目が崩れるのが怖いなと思うので、まあ、一個一個こう右から出てるのは左に糸始末して、左のは向こうにしてっていう感じで、こういう風に交差にして糸始末していこうかなと思います。全部同じように糸始末していきます。はい、こんな感じで全部糸始末して仕上げてきました。で大きいのでサイズを測っておきました。でさっきは112センチのところが126センチ、全部変わってきてますね。で中心の部分が58センチのところが65センチ、でこの2箇所が72センチだったところが81センチになってます。何か参考にしてみてください。で結局どれぐらい糸を使ったかというと、4玉使って、まあ、最初ちょっと使ってたんで、このちょっと分ぐらいかなって思ったら、まあ、4玉丸々っていう感じでこれぐらいの大きさが作れました。こういうところも何か参考にしてみてください。この巻いた時にこのショールとして使えると思うんですよ、大きいから。なのでこうやって肩からかけた時に首の周りにこの花柄が来るから、すごく可愛くなったかなと思います。同じ色で作ったんですけど、ここを色を変えても可愛そうですよね。可愛くなりそうですよね。でショールとして使ったり、でクシュクシュってして、でこうやって巻いて、今だとマフラーみたいな感じでも使えます。結構ボリュームがある感じで、でこの花柄をこう見せても可愛いですよね。こんな感じになりました。こちらもいろんなカラーがあるので、色を変えて大きさも変えて楽しんでみてください。今回も最後まで見てくださった方、ありがとうございます。